始まりましたポケモントーナメントファンシーカップ。進化していないポケモン同士の戦いです。姿形は可愛らしい彼らですが、そのうちに秘める闘志がどう爆発するのか楽しみなところです。おっと、火炎放射だ。おっと、ポケモンの選択を誤ったか。試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでサバ様の登場だ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。これはどうだ。おーっと、このポケモンではまずかったか。あーっと、刺激で倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。ここでパラスの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。激しい攻撃、効果は抜群だ。おっと、一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。さあ、今度はいかなるバトルを見せてくれるのでありましょうか。第2回戦です。ここでサイコキです。激しく当たった。試合開始早々いきなりダウンだ。さあ、一方的なバトルになってしまうのか。ここでアーモの登場だ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。激しい攻撃、おーっと、このポケモンではまずかったか。おーっと、一発の攻撃でダウンだ。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでメタモンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。いったー。
大きなダメージ。あーっと、あっちが倒れてしまった。ここで試合終了。今度のバトルも楽しみなところ、第3回戦です。おーっと、地中に潜ったぞ。あーっと、自爆した。あーっと、外れた。あーっと、ダウン。さあ、一方的なバトルになってしまうのか。ここでサバサバの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。さあ、これは効果は今一つのようです。あーっと、大爆発だ。大きなダメージ。ダウン。あーっと、両者共倒れだ。さあ、今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでガーディの登場だ。ここでビリビナバの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1。両者激しく火花を散らしております。さあ、この場面でよーし、ピッ。おっと、地球に潜ったぞ。白熱したバトルが続いております。さあ、ここで、おっと、これは外れ。穴を掘る攻撃、効果は抜群だ。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。興奮も大いに高まってまいりました。第4回戦です。ここで10番ボルトだ。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。あーっと、早い、いきなりダウン。はじめから大変なバトルになっております。ここでワンリティの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。激しい攻撃、ジルソニヒット。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。
さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでクラブの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。いったー、効果は抜群だ。あーっと、あっちが倒れてしまった。ここで試合終了。